treat. Hi, it's me, Aki. こんにちは、大西です。今日も3000語マスターを元気よくやっていきましょう。今日は treat という単語の使い方を見ていきましょうね。いつものように例文の中で、どこに入るのか、そしてどんな用法で使われているのかを確認しながらいきましょうね。はい、ではいきます。Number one、サービス提供者を敬意を持って扱いましょう。この扱うっていうね、人を扱う、つまり接する、人に接する、応対するっていう意味で treat を使うんですね。はい、では言ってみましょう。じゃあ命令文でいきますね。扱いましょうと、 treat service providers with respect。 はい、こんな感じですね。はい、相手に何々してね、しましょうねって行動を促すとき、動詞から始めますね。文法的には命令文ですね。相手に何々してねということですね。はい、service providers を扱ってくださいと。はい、with respect。 with は同伴のイメージですね。同伴、伴ってるわけです。 respect は敬意ですね。敬意を持って取り扱ってください、つまり接してくださいということになりますね。はい、同じように treat、次も使っていきましょう。私を子供扱いしないで、今度は否定ですね。はい、何々しないでなので、 don't treat、 はい、誰を、 me、 はい、子供のようにってことですね。 like a child。 はい、こんな感じですね。はい、命令文の否定は don't を頭に置きますね。 treat が動詞です。扱うですね。私を扱う、扱わないで。はい、 like a child、 子供のように、つまり子供扱いしないでっていうことになりますね。 Number three、 彼は私に夕食をご馳走してくれた。この treat はですね、扱う、待遇するっていう意味があるんですよね。で、おごるっていう意味もあります。こういうお食事とか映画とかですね。はい、では he treated me、 で、彼はおごってくれた私に、これで終わってもいいんだけど、何々に対してっていうふうにつけたいときは to dinner、to を持ってきて、その対象物を持ってきても大丈夫です。はい、he が主語、treated が動詞、ed ついて過去形ですね。me が目的語。彼は、ご馳走してくれた私に、はい、to dinner に向かってっていう前置詞になりますね。はい、OK、number four。今度は treat を名詞で使います。treat、おごるね、って意味があるから、動詞、名詞でもおごり、おごることを、意味するんですよね。なので食事に行って、私のおごりよ、それ私のおごりよっていう決まり文句があります。はい、 It's my treat、 これ名詞ですね。もう一個 It's on me っていう言い方もあります。これ全く同じ意味ですね。はい、同じ意味になります。 OK、 はい、では解説しますね。はい、It's、 それは be 動詞ですね。 My treat、 これは、保護ですね。名詞になります今度はね。はい、それは私のおごりです、そのままですね。もうこのまま覚えちゃいましょう。お食事行って自分がおごる場合ですね、 It's my treat、 または It's on me、 それは私にくっついてますだから私付けみたいな感じですよね。だからおごり、日本語でも私につけといてちょっとそんなかっこいいセリフ言ったことないけど、まあ私につけるってことは私がおごるってことですよね。そんな感じで私付け、彼付けね、言いますよね。そう、同じですよね。オンは接触を表しますので、そういう時にも使えるんですね。 OK、 ナンバー5、各医者が1日30人ほどの患者さんを処置している。はい、この treat っていう動詞はね、扱う、待遇するね、おごる、そして処置する、医療行為をするっていう意味でも使うんですよね。医療の処置をするってことですね。医療行為をすることを treat 使います。はい、では各医者が、それぞれの医者がってことなので each を使いますね。 each doctor、 はい、 treat、 はい、処置をするってことですね。はい、30人ほどの患者さん、 about 30 patients a day。はい、こんな感じですね。解説します。はい、 each doctor が主語。はい、 each っていうのはそれぞれのっていうことで、一人一人にスポットが当たってます。なので単数扱いですね。それぞれの doctor、 それぞれのお医者さんが、treat、 はい、なので3人称単数の、
になるので動詞に S ついてますね。三人称単数だからですね。はい、treat に S で treats ですね。はい、処置しますと、扱いますと、医療行為をしますと。 About 30 patients 約30人の patients は、患者さんですね。はい、名詞で患者という意味があります。あと patient ってこれ S がなくてね、 patient ってなるとこれ同じ綴りで同じ発音で形容詞で忍耐強いっていう意味があります、まあ、忍耐強い患者さんで覚えましょうか。同じ単語なんでね、はい、これは名詞なんでこれ30だから複数形の S がついてるわけですね。これは複数形の S ですね、名詞だからですね。はい、でも patient は形容詞でこれ S なくてね、形容詞で忍耐強いって意味があるから忍耐強い患者さんを思い浮かべて両方の意味を覚えちゃいましょう。はい、で1日にっていうことになりますね。はい、 OK。 では treat いろんな意味がありますね。では音読していきましょう。 No.1 サービス提供者を敬意を持って扱いましょう。 Treat service providers with respect。 Treat service providers with respect。Treat service providers with respect. Treat 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 service providers with respect.Treat service providers with respect. Treat service providers with respect. Treat service providers with respect. Number 2, 私を子供扱いしないで。 Don't treat me like a child.Don't treat me like a child. Don't 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 treat me like a child.Don't treat me like a child. Don't treat me like a child. Don't treat me like a child. Number 3, 彼は私に夕食をごちそうしてくれた。 He treated me to dinner. He treated me to dinner.He treated me to dinner. He 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 treated me to dinner.He treated me to dinner. He treated me to dinner. Number 4, 私のおごりよ。 It's my treat.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 It's my treat. It's 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 on me も言っておきましょうね。It's on me. It's on me. It's on me. It's on me.It's on me. It's on me.
It's on me. 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 Number five. 各医者が1日30人ほどの患者さんを処置している。Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day.Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day.Each doctor treats about 30 patients a day. Each doctor treats about 30 patients a day. この treat ね、処置をする、医療行為をするっていう意味で使うんですが、この名詞が treatment なんですよね。treatment で治療のこと、その行為のことを指す名詞になりますね。はい、OK。今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye.